サワディカ。それでは世に住む日々第3巻をやっていきたいと思います。この3巻の物語はガチでやばいことになっていきます。とにかくいろんな出来事が次から次へと起こっていて、その時勢の激しさは幕末の当事者さえ追いつけないほどだったんですよ。それもその激しさの中心は常にこの長州なんですよ。なので皆さん頑張ってついてきてください。はい、それでは激しい時勢に入る前に、この当時の状況を言い表したある言葉を紹介したいと思います。幕府という存在はまるで天地そのものであり、倒幕と走り回りながら、実のところあの幕府が倒れるとはとても思えなかった。これは土佐の田中光明という人が明治後に本音を漏らすように言っていた言葉なんですけれども、ともかくも当時の幕府というのはまるで天地そのもの、そのような存在だったんですね。だからこそこの高杉晋作、上海に行く前にすでに倒幕の戦略を打ち立てていたことは注目すべきことなんですよ。その晋作が上海に行って西洋文明を目の当たりにして、日本の侍の刀ではその西洋文明には勝てないことを確認し、結果彼をしてこの上海行きで結論付けた答えというのはあくまでも上位ということなんですよ。これはつまり、例えば外国人を切ってやる、それも外国公使級の大物がいいだろう。当然その外国が怒って日本に攻めてきますよね。そしたら戦争になるか、それとも幕府はその財布が空っぽになるぐらいの賠償金を支払わされるか、どちらかなんですよ。これって晋作が倒幕を決心した以上、どう転んでも晋作の戦略には有利だったんですよ。特に戦争がいいと。外国を怒らせ、戦争に持ち込む、日本中を挙げて、だから大名やその家来だけではなくて、百姓や女子供までもが、その侵入軍と戦い、山は燃え、野は焦土となり、流民があちこちに発生し、それとともに既成の秩序は全く壊れ、幕府も何もあったものではなくなった時に、その上位戦争をやっていく民族的元気の中から統一が生まれ、新国家が誕生する。これが高杉晋作が考える革命の早道だったんですよ。はい、お待たせいたしました。高杉晋作、雷電のごとく動いていきます。上海から日本に戻ってきた晋作、まずは横浜の外国公使を襲撃する計画を立てます。ただこれは事前にことが漏れて未遂に終わってしまうんですね。軽い処分を受けた晋作は御殿山といって、ここに英国の公使館がほぼ完成間近で建設されつつあったんですよ。これを燃やしてしまおうということで、晋作は長州の仲間を集めてもう燃やしてしまうんですよ。で、幕府としては長州の仕業だということまでは調べはつくんですけれども、何も音がめなしなんですよ。あれ？何も言ってこないのか？晋作ですね。そうなんですよ。この時幕府としてはアメリカとすでに修好通商条約を結んでしまった時ですから、日本中から反感があった時だったんですね。だからあまり長州が犯人と分かっていても刺激しないようにしていたんですね。日本中からのその世論が気になっていたところだったんですよ。で、次はあの吉田松陰の改装を行うんですよ。この時松陰の遺体というのは小塚原刑場というところにあったんですね。これは今でいうところの南千住駅のすぐそばにあるところなんですけれども、そこにまた仲間と行って、それがしかも正月だったから万人がいないために、今日は掘り放題だっていうことで遺体を掘り起こし、この当時世田谷にあった長州の別荘地まで埋葬しに行くんですね。ちなみにこの世田谷の埋葬地というのが後の松陰神社になっていくんですけれども、それは置いといて、小塚原からこの世田谷までの道のりで晋作は別の事件をもう一つ起こしてるんですよ。この時晋作は馬に乗ってるんですよ。しかも戦装束をつけて、で10人ぐらいを引き連れて松陰の遺体を担がせて練り歩いていくんですね。やがて上野の寛永寺に差し掛かった時に、そこには2つの出入り口があって、1つは黒門、もう一つは将軍専用のおなり門というものがあったんですね。で、その門の前に小川が流れていて、俗に言われる三枚橋という三つの橋がかかっていたんですよ。そしてこの中央の橋がおなり橋といういわば神聖な橋なんですよ。幅が12メートルぐらいもあって、将軍が寛永寺に参拝するときに限り将軍一人のために用いられる橋なんですよ。そのおなり橋の神聖を守るために番小屋が設けられて、常に幕府役人が番人として常駐してるんですよ。そこに晋作がやってくるわけですね。そこで番士が踊り出てきて、大手を広げて、止まれ！おなり橋を知らんのか！どけ！晋作は番士に一喝します。番士はこの勢いにひるみ、ひょっとしたらこの晋作らに正当な権威があるのではないかと思って、小さい声で聞くんですね。
伊豆方様とも存ぜぬが、その白い布で覆われた品々、久保様へのご献上品でござるか？死骨である。これには万死は飛び上がるほどに驚いて、それでは葬式か。葬式というような不浄な行列はまして通れぬ。押し通れば天下の大罪に相なるぞ。下がれ、下がらぬか。勤王の志士、松陰吉田虎次郎の殉国の霊がまかり通るのだ。罪人の死骨など。橋番、下がれ。勅命である。何が勅命？罪人の死骨を運ぶことがなぜ勅命になるのか。訳を聞こう。訳は家持ちに聞け。おい、名を名乗れ。名乗らんか。長州浪人、高杉晋作。ということで晋作は馬上、槍を持ちながら、ついにその神聖なおなり橋を渡ってしまうんですよ。これは江戸300年の歴史の中でも初めてのことであり、白昼将軍の名前が呼び捨てにされるのも、これが最初だったかもしれない、ということなんですよ。で、このおなり橋騒ぎ、すぐに幕府に知らせが行くんですね。幕府としては、また長州か。ということになるんですけれども、長州というより実は新作なんですよ。で、そんな騒ぎですから、そのニュースは長州にもすぐ行くんですね。そこで藩主府主は驚き、やばいやばい、危なっかしいということで、新作を長州に呼び戻します。で、新作、江戸から長州へ呼び戻されるまでの間で、やっぱり事件は起こすんですよ。江戸を離れ、箱根の関所を通過するときに、新作は宿駕籠で乗り打ちをするという未曾有な事件を起こしてしまうんですよ。本来ならば、関所ですから、乗り物からちゃんと降りて、所定の手続きをしなければいけないんですけれども、新作は大声で、ここは天下の大道ぞ！幕法こそ司法ぞ！司法を構えて人の往来を制する無法があってよいか！ということで、関所破りをしてしまうんですよ。これも、江戸300年の間、白昼堂々と関所を破ったのは、この男だけである。ということなんですよ。この後、晋作が京都に入ったのは、1863年の3月9日のことであったみたいですね。この5日前に、将軍、徳川家茂が京都に入ってるんですよ。そして、これを裏で操ってるのが、あの、久坂玄瑞なんですよ。まあ、端的に言うと、江戸から将軍を呼び出して、天皇の前で攘夷宣言をさせようという裏工作なんですよ。で、ともかくも天皇と将軍は複数の有名な神社を回って攘夷祈願をするために加茂行幸といって行列を組んで出かけるわけですよ。で、ちなみに幕府の作法で将軍の顔というものはたとえ大名であっても見ることができないことになってるんですよ。大名、つまりいろんな藩がありますよね。その藩のトップですよ。藩主ですよ。例えば長州藩の藩主、この大名も例えば江戸城で将軍と拝謁するときもこうひれ伏していなければいけないんですよね。こうひれ伏してますよね。ひれ伏していて顔を上げてはいけないんですよ。顔を上げないでこう目だけで見上げても非常な非礼とされていたんですよ。それだけ将軍というのは神聖視されていたんですよね。ただこの前代未聞の異例の加茂行幸、その異例さの第一は将軍が馬上で顔を晒していることだったんですよ。なぜならこの将軍っていうのはもう日本中の侍どものトップに当たる人ですよ。このトップに当たる将軍でさえも天皇の行列とあってはお供でしかないんですよ。で、その異例の行列が京都の街を練り歩くじゃないですか。見物人がいっぱい大勢ですよ。当然全員ひれ伏してるんですよね。はじめ天皇の車がって言って天皇のまあ車が通るわけなんですけれども、当然晋作もひれ伏してるんですよ。で、晋作はひれ伏しながらも今この場で天皇と同じ空間にいるこの状況をちょっと涙ぐみながら感動してるんですね。で、やがてやってくるのが顔を晒してる将軍ですよ。何度も言いますけれども、全員が全員ひれ伏してるんですよ。ただ一人晋作を除いては、晋作は天皇の車が去った後一人立ち上がるんですね。で、将軍の顔を見て、こんな若者だったのか、存外かわゆげではないかということを思うんですね。で、よ、征夷大将軍ってことを言うんですよ。これは江戸幕府を作った徳川家康以来、江戸300年の間でこの天下の主に対してこれほど無礼な挙動を取った男もいないんですよ。もしあったならば、ただの刑では済まされずにノコギリ引きの刑にさせられるであろうというぐらいのことなんですよ。ところが幕府が困ったことに、この行列の主役はあくまでも天皇じゃないですか。将軍というのは何度も言いますけど、この主役の天皇のお供でしかないんですよ。
そのお供の無礼に対して騒ぎを起こせば、この主役である天皇の行列を自ら壊してしまうことになってしまうではないですか。勝手に飛び出して天皇の行列を乱すわけにはいかないんですよ。そしてそれをもう見越していたのが新作なんですよ。だから将軍の周りにいる人たちはその無礼打ちをしたくてどうしようもないんですけれども、出るに出れないその状況をよほど悔しかったらしくてですね、江戸にこのことを手紙で書き送った人が相当数いたみたいですね。でこの後新作は思うわけですね。一層将軍をということで新作が司令塔となって将軍暗殺計画に乗り出すんですが、ただこの暗殺計画は失敗に終わります。そしてこの後新作が取った行動というのがまた奇想天外、出家してしまうんですよ。はい、それではここからは少し物語の舞台を京都に移します。京都では例の久坂玄瑞が裏で暗躍してるんですね。もう長州勢力がもう全盛期の頃ですね。ところで天守と将軍のあの鴨行幸、その後どうなったかというと、将軍もその行幸の中で攘夷祈願をさせられるわけなんですね。将軍というのは幕府のトップにあたる人ですから、まあ幕府の代表ですよ。つまり幕府として攘夷を行いますよ、外国勢力を打ち払いますよということをみんなの前で宣言しちゃったようなものなんですよ。その上さらに久坂玄瑞ですよ。久坂玄瑞頭が切れますからね。宣言をするだけでなく、その期限を決めよと迫るわけなんですよ。と言っても当然草加自身が直接迫るんではなくて、草加が懇意にしている公家に取り入って天皇の言葉として幕府に追求しているわけなんですよ。幕府としても天皇、まあ朝廷からそんなことを言われていたら回答せざるを得ないんですね。そしてついに言ってしまうんですよ。5月10日までに行いますと。でも幕府はそれを実行できるものではないんですよ。すでに日本国としては条約も結んで開国し始めている状況なんですよ。そんな状況にあって西洋文明を目の前に、しかも何カ国もすでにもういるんですよ。そういった外国勢に対して攘夷なんてとても実行できるものではないんですよ。そしていよいよ日本は幕府がその日限として回答した5月10日を迎えるわけですね。当然5月10日になっても動かない幕府を見た長州藩は暴走し始めるんですよ。まずアメリカ船に大砲をぶち込んで、その後フランス、オランダと、長州の目の前に関門海峡という海があるんですけれども、まあ、本州と九州の間の海ですね。ここの関門海峡というのは横浜と上海のルートになってるんですよ。だから上海と横浜を行き来する船は全部ここの海を通らないといけなかったんですよ。そして長州から直接攻撃を受けたこの3カ国のうちのアメリカとフランスがすぐに反撃にかかるわけですね。で案の定ボコボコにされるんですよ。もう大敗北ですね。でこの時長州の侍どもを驚かせたのは、上陸戦では日本では侍の刀があるから絶対に負けないだろうということだったんですけれども、上陸戦でもボコボコに大敗北するわけなんですよ。でこの時新作は出家してますから、だから坊主になってるんですね。坊主になるということは人間の世界をやめるということですよ。長州の山の中で一人こもってるんですね。そこで反政府は新作を呼び戻すわけなんですよ。アメリカとフランスに完膚なきにまで叩きのめされたこの状況を何とかしてくれということなんですよ。そこで新作、すでに非常の事態でございます。非常のことを行わねばなりませんが、私にお任せ願えましょうか。ということで出来上がったのが騎兵隊なんですよ。この騎兵隊というのが、その存在だけでもう革命そのものなんですよ。というのも、侍の社会というのは身分制度で成り立っているんですよ。それを新作はもう身分を問わずに、志のある者はみんな集まれっていう風にやっちゃったんですよ。だからそれまでの日本では兵といえば侍だったんですよ。それが侍じゃないものも集まるっていうことですね。でそうこうしているうちに京都で8月の18日の政変というのが起こります。これはまあ端的に言うと、それまでは長州の京都と言っても過言ではない状態だったんですけど、つまり長州勢力が京都政界を牛耳ってたんですよ。それを良しとしない薩摩と会津が手を握って京都から長州を追い出すという政変が起こります。でここで長州の木島又兵衛という人物が登場してきます。40も後半に差し掛かっている人なんですけれども、平均寿命が短かった当時では高齢な方で、木島のじいさんっていう風に呼ばれていたような人ですね。この木島又兵衛、武士の鏡、侍のお手本となるような
人だったんですよ。この木島又兵衛が薩摩と会津が手を組んで京都から長州を追い出したことに憤怒してるんですね。で、京都まで行って薩摩と会津を撃つっていうことを言ってるんですよ。しかし長州藩としては、今木島のじいさんに京都まで行かれてしまっては当然騒ぎになって長州藩は朝敵にされてしまうぞということで、木島のじいさんをみんなでなだめるんですよ。で、この木島のじいさんを説得に行くのが藩からの命令で高杉晋作なんですね。で、晋作は木島のじいさんを説得しようとするんですけれども、なんせ木島のじいさん武士の鏡ですから、言うことが全て正論なんですよ。そこで晋作の取った行動というのが、木島又兵衛の目の前で脱藩するというね。だからこの際、自分が脱藩してでも京都の情勢を見に行ってきますから、それまではじいさんちょっと待っててくださいよということなんですね。ともかくも晋作京都に向かうわけですね。で、京都にいる桂小五郎、草加玄瑞からなんで来てしまったんだと。京都にいるこの二人は四方八方奔走して長州の無実であることをいろいろ駆け回っているところだったんですよ。その状況に木島のじいさんが来てもらっても困るけど、晋作のような危なっかしいような人が来てもらっても困るんですよ。で、晋作は八方塞がりとなって、というのも長州に戻って木島のじいさんに伝えたところで、木島のじいさんを止まるはずがないだろうということなんですよ。で、晋作は薩摩の藩主島津久光を暗殺する計画を立てるんですけれども、これも未遂に終わってしまって、結局は脱藩の罪で長州にまた呼び戻されるわけですね。長州に着いたら着いたで、あの吉田松陰が入っていた野山獄に晋作も入ることとなってしまいます。で、この世に住む日々の中では描かれてはいないんですけれども、この時期に起こるのがあの京都の池田屋事件であります。そんなニュースをあの木島のじいさんが聞いたらどうなりますか。それだけじゃないですよ。その他いろいろ藩内の事情とかもあって、ついに長州は藩として暴走するんですね。つまりもう3000人以上のもう怒り狂った侍どもが京都にやってくるわけなんですよ。一方、京都にいるのは薩摩と会津だけではないですよ。幕府が天下の諸藩に命令して、もう日本中の侍を京都に動員しているんですよ。だからこの物語の作者である司馬遼太郎先生も言っているんですけれども、この大軍の中に突入できるものではなく、もし突入すれば死が待っていたと。人間は時に集団としての発狂を欲する動物かもしれないが、それにしてもその発狂のための興奮剤は思想でなければならない。思想というものにこれほどまでの大興奮を示したのは、日本史上今日に至るまで幕末のこの長州人集団しか存在しない。それが松陰によるものか、それとも長州人の固有の精神体質なのか、おそらくその二つと、政治大緊張が極めて強力に配合されての現象に違いないということですね。結果、京都に乗り込んだ長州勢はまた完膚なきまでに叩きのめされます。ここであの草加玄瑞も死んでしまうんですね。草加だけじゃないですよ。晋作のほとんどの仲間がこの戦いで死んでしまうこととなります。そしてこの戦いのことを禁門の変、または京都御所に浜栗御門という門があるんですけれども、この辺りの戦闘が特に激しかったために浜栗御門の変とも呼ばれています。あの木島のじいさんもこの浜栗御門を入ったところで銃で撃たれて亡くなっているんですよね。ちなみに今でもその浜栗御門に行けば、その銃弾の跡とか戦いの傷がちょっとは見れますよ。今からたった160年前の話ですからね。さて、ここで私は二人の人物を挙げねばなりません。それが井上門太と伊藤俊介です。話は少し戻るんですけれども、長州藩の中でも高杉晋作だとか松陰の松下村塾系よりの藩のお偉いさんがいたんですね。その人が考えるところでは、これは幕府は近い将来なくなるかもしれんな、今のうちから外国に通じておかなければいけないということで、長州藩の中から何人かを選んで幕府に内緒で英国に留学させたんですね。それが長州ファイブといって、まあ5人いるんですけれども、このうちの2人がさっき言った井上門太と伊藤俊介なんですよ。で、この2人が英国で留学をしている間に英語新聞を見るんですね。そこにはあの5月10日から長州がやり始めた攘夷のことが書いてあるんですよ。で、二人は思うわけですよ。長州に攘夷をやめさせなければならないと。もう二人は西洋文明の環境の中に身を置くことによって、日本の侍の攘夷なるものの無謀さを身に染みて感じていたところだったんですね。だから攘夷を止めないと、
ということで、急ぎ日本に帰ってくるんですよ。で、帰ってきたこのタイミングがもう劇的でしかないんですけれども、ちょうど英国がアメリカ、フランス、オランダに話を持ちかけて、要は4カ国で艦隊を組んで、まあ、結果、これは17隻の艦隊になるんですけれども、これで長州をもう一度叩きのめそうではないかということになってたんですよ。なぜならば、長州はその後もずっと関門海峡を封鎖していて、外国の人たちは上海に行こうとしても行けないんですよね。ともかくもうこんな絶好のタイミング。だから、この四国艦隊で長州に行くぞーと言っている、直前に帰ってきたのが井上と伊藤なんですよ。そこでこの二人は早速英国に話を持ちかけるわけですね。ちょっと待ってくれと。で、英国としてもそこまで言うなら、じゃあお前たち二人が長州に行って自ら説得してこいと。それで長州の攘夷活動がなくなって関門海峡の行き来も自由にできるのであればよしとしようということになるんですね。で、結論から言ってしまうと、この二人は長州を説得することができないんですね。で、この二人と唯一考えが合うのが高杉晋作なんですよ。晋作も上海に行ってると。二人はロンドンに行ってますから、外国を見ている三人なんですよ。で、ここにもいろんなドラマがあるんですけれども、なるべく端的に言いますと、まず二人が攘夷はやめるべきだと反政府を説得にかかるんですけれども、反政府が出した答えというのは攘夷決行なんですよ。で、17隻からなる四国艦隊が長州にやってくるわけですよ。そして案の定、長州はボッコボコに大敗北を喫するわけですね。その状況で呼び出されたのが高杉晋作なんですよ。もういつでも最後の頼みの綱なんですね。で、この間もいろいろあるんですよ。3人でもう奔走しまくるんですね。この時の長州藩の状態がいかに劇的であったかというと、この時のとある会議中に京都の金門の変、浜栗御門の変で長州が大敗北したことを知らされるんですよ。戦死者は数知れず、所帯はもう依覧して本国目指して帰りつつありますと。しかもそれだけではないのが、幕府は朝廷に願って長州政党という勅命をもらったということじゃないですか。その場は一瞬で静まり返るんですね。つまり長州は朝廷の敵、すなわち朝敵になってしまったということなんですよ。そもそもこれは薩摩と会津の罠だったんですよ。だって薩摩と会津、まあ、特に薩摩の政略なんですけれども、薩摩側の立ち位置としてはどうしても背後に京都御所があるじゃないですか。そうやって戦いますよね。向こうからやってくるのが長州。京都御所を守るために門を背後にしてますから、これで長州を煽りに煽って長州が自分たちに向かって攻撃してくるとすれば、それはつまり背後にいる京都御所、つまり天皇に向かって弓を引いたということになるんですよ。なるというか、そのことが主張できるんですよ。こうして薩摩と会津は、というより幕府ですね。幕府は金門の変で長州をやっつけるだけではなく、長州政党という天皇からの勅命を持って長州本国まで乗り込んでくるといったような状態なんですよ。だからこの時の長州としては、今目の前で四国艦隊にボコボコにやられてるわけじゃないですか。だけではなく、日本全国がこれからまたやってくると言ったような状態だったんですよ。だから日本で孤立したというだけではなくて、もう世界中、地球でもう長州一般だけが孤立しているような状況なんですよ。そして結果、長州藩としては講和ということになるんですね。じゃあその講和のために実際に談判しに行くのは誰かということになって、ここでもやはり晋作なんですね。で、この談判、結論から言ってしまうと、晋作の気略によってなんとか乗り越えられたんですよ。例えば賠償金については、この4カ国は長州に請求するのではなくて幕府に請求することにしたんですよ。実際に幕府はこの賠償金について払い、幕府が終わった後は明治政府がこの賠償金について払っていったということですね。で、最後談判が終わりかけようとしたところ、英国の代表であるクーパーがちらっと言うんですね。あの彦島を東方が抵当として租借したい。租借、つまり貸してほしいということなんですけど、これが英国の手段なんですよ。この方法で英国は中国において香港その他の土地をどんどん手に入れていったんですね。ここでの晋作の回答がまた面白いんですよ。それはならぬということを言わずに、晋作は何を言ったかというと、そもそも日本国なるは高間ヶ原より始まる。はじめ国のとこ立ちのみことましまし、続いてイザナギ、イザナミなる二柱の神あれまして、天の浮橋に立たせたまい、雨のぬぼこを持って海を探られ、その矛の先から滴る雫が島々になった。
まずできたのが淡路の国の小野黒島である。さればニシン、その島に天下りに下りましまし、天孫ニニギの御事への進捗を下して賜く。そもそも日本国なるは、高間ヶ原より始まる。はじめ国男たちの御事ましまし、続いてイザナギ、イザナミなる二柱の神あれまして、天の浮き橋に立たせたまい、雨の無言をもって海を探られ、その矛の先から滴る雫が島々になった。まずできたのが淡路の国の小野黒島である。さればニシン、その島に天下りに下りましまし、天孫ニニギの御事への進捗を下して賜く。と言って、まるで何かに取り憑かれたように、新作は延々と日本神話を語り出したみたいなんですよ。これには一緒に通訳としていた伊藤俊介、まあ後の初代内閣総理大臣なんですけれども、この人も高杉は狂ったのではないかっていうふうに思ったみたいですね。ともかくも新作としてはできればこの日本神話を永遠と2日間ほどやり、その挙句日本は一刀たりとも割譲できないということを言おうとしていたつもりだったみたいですね。が、これには英国の方が先に折れたみたいですね。私は咀嚼のことは撤回したい。はい、ということで、この四国艦隊との談判も新作の気略でなんとか乗り越えた長州なんですが、その藩内事情としては、これまで長州を引っ張ってきた攘夷派の人たちが失脚して、砂漠派の人たちが長州を牛耳るようになるんですね。長州藩内の事情も張り詰めた緊迫感が続きっぱなしなんですよ。というのも、四国艦隊との談判に成功した新作。これを良しとしない頭のいかれた攘夷連中がもう藩内にはうじゃうじゃいるわけですよ。長州を売る売国奴ということになるんですね。例えば話にたびたび上がっている井上モンタ、ロンドンから急ぎ戻ってきたあの井上モンタですよ、なんかは襲撃されて体をナマスのように切られて、もう五十何針を縫うかのような切り傷を負うことになるんですよ。もう瀕死の状態ですね。だもんだから新作はもう殺されてはつまらんということで九州に亡命するんですよ。